もういいよ。おお、乗った。はい、今日は木を見つけて鹿になりましたか。鹿スティーブちゃん。はい、何を今日は紹介してくれますか。うん、さあ、落ちた木で、木の枝で何をする。さあ、何を探す、何をやる。それを、うん、それを、お、鶴の中に入って、これを持ってる。はい、ナッパを持ってきます。はい、一時的にこの鶴見て、強そうな鶴、長、わかるかな。全長1メートルないか、70センチぐらい。この剣を持てと。さあ、登れるのか。登らないと話にならないぞ、頑張れ。さあ、登れ登れ。そう、おー、いいね、いいよ。おー、いいよ。おー、登った。よし、はいはい、剣ゲット。それでなんか葉っぱを落とそうとしてるのかな。自由ですね、してるちゃん。ダーン。ドーン。私まだ遊んでるね、フリーボールで。トレジャー、おー、トレジャー来た。ね、ペルクス、うん、紹介しよう。ペルクスはできない、あのそれでスパイダーのやり方を見つけた。そうなの。ケンジできないのって。ケンジ君、ほらケンジ君、一回見て。ケンジ君一回お兄ちゃんの滑り台見て。ケンジはできないよ。あ、シュウちゃん降りて降りて。ケンジ、あ、一回見てみよう。何、どんなね、どんなことをするのか一回見てみよう。上手なのかね。後ろ側を持って剣ゲットしたの、これ。何、剣ゲットしたの。じゃあ、なんかうちがいたら、うん、あ、オーガー、オーガー来た。あらら、くつくつ、くつがやっぱ引っかかるね。粒の中すごいね。うん、あのさ、3歳の子がさ、うん、これできる。え、何ができるの3歳の子は。後ろ側で、ふぅー。しかも前側で。できるの、やばくない。よし、ちょっと一回見てみましょう。はい、一回切ります。